準決勝の第2試合です。末野川添、10分間で勝負つかず、3分間と2度にわたる延長戦でも勝負つきませんでした。3度目の延長です。したがってすでに2人の試合時間がこれで12分台となります。17分台となります。突きを狙いました末野。準決勝の第2試合です。右側赤鹿児島県の末野、左側高知県の川添。第1試合は古川が勝っております。決勝進出を決めております北海道の古川。果たして古川と対戦するのは末野かそれとも川添か。白右側の川添は過去この大会2度の優勝経験を持っています。今日の飛び込み面を達成の白い旗が上がって、赤い旗が上がって白い旗が上がって、これはどうなのか。赤です、赤です。末野です、末野の面です、末野の面です。今確か末野の面でしたよね。そうです。最初ところが白い旗が3つ上がりましたね、はい、一瞬終わって思ったんですが、改めて赤い旗に上げ替えてそれが2本になって、それからまた赤い旗が3本になりました、はい、ちょっと久我さんと鶴丸さんと吉田さん一瞬旗を上げ間違えました。しかし確実に捉えたのは末野の面でした。この末野選手です。決勝進出を決めました。おととしのこの大会で優勝戦大阪の小川に惜しくも涙を拭いました末野が、果たして今年の大会はどうでしょうか。決勝進出を決めました。